んにちは、倉井ゆうきです。よろしくお願いします。きっかけはオーディションで、選んでいただきました。成田さんと清原さんの印象、成田さんは事務所の先輩でもあるので、すごく普段からよくしてもらっていて、いろんな話をしてるんですけど、清原さんはお会いするのほとんど初めてで、大阪出身っていうことで、なんかすごく気さくな方で話しやすかったなっていう印象ですね。一番印象に残っているエピソード、スナックのシーンがあるんですけど、そこの清原さんと僕の彼女役の山谷さんの掛け合いだったり、親父集団だったりっていうのがとても面白くて、撮影中もちょっとケラケラ笑いながら撮ってました。異性を好きになる瞬間、異性を好きになる瞬間、お互いにしか知らない話とかをするとやっぱりちょっと特別だなって感じがするんで、これなんか気づくというか、そういう感じはあるかなと思います。ご自身の変わっていると思うとか、僕めっちゃ普通の人間だと思うんで、普通ってわかんないですけど、なんかあんまり自分自身ではあんまり変わってるなっていうのはないかもしれないです。割と普通、常識みたいなものはまあ意識はするんで、本当に信じられないことだけやっぱり自分の意思を貫き通すんですけど、はい、普通なんてどうでもいいと思った経験、学生時代から普通ってなんだろうって思うことが、ふと思うことがすごく多くて、そういうものを気にしだすと結局他人の物差しの中に自分が生きてて、どんどん狭くなっていっちゃって、なんだろう、凝り固まっていっちゃうなって思うんですけど、普通じゃないことの方が個性だし魅力的だなって僕は感じるんで、この作品に入るってなった時に普通って言葉がすごい出てくるんですけど、普通っていう言葉がいっぱい出てきてるのにかかわらず、あんまり違和感を感じなかったというか、それこそ普通じゃないんじゃないかって思ったんで、はいはい、ちょっとオチが分かんなくなっちゃったです。倉由紀さんにとって普通とは、はい、普通とは、ぶっちゃけよく分かんないなっていう思っちゃいます。でも普通の人なんていないと思うし、むしろ普通のことですら普通ではないんじゃないかみたいな、やっぱり世の中にいろんな人間がいるんで、むしろその言葉の概念にすらちょっと何なんだろうってやっぱり思っちゃいます。まともじゃないのは君も一緒、ぜひ劇場でご覧ください。清原さんと成田さんの掛け合いだったり会話劇だったり、すごく面白い映画になっていると思うので、ある意味普通じゃない映画といいますか、今までにないような映画になっていると思うので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。もったいないね。中身がまともだったら絶対彼女できると思う。まとも？普通の会話ができれば。普通？先生のこと好きなんです。それ定量的に言ってもらえるかな。先生は普通以下だから、私の言うことを聞いて。そのままじゃ一生結婚できないと思う。もう少しで新しい世の中になります。全部読んでます。まずあの人で練習してみたら、女の人とうまく付き合えるようになる練習。どうやればいい？エビは分かりますよ。うまくいくわけねえだろ。たまに分かんなくなるんです。なんで？先生変わったよねどういう感情？もう私どうしたらいいか分かんないよ。もう騙されたふりは疲れました。僕も嘘ついてました。君が言ってる普通は何かを諦めるための口実なのか？世の中に馴染めないおかしな二人が嵐を巻き起こす。まともじゃないのは君も一緒。やっぱり普通も大変そうだね。うるさいな。